なぜ僕がこのようなアドバイスをするようになったのか、それは8年ほど前にある生徒さんの指導をしたのがきっかけです。こんにちは、久米原啓太郎です。今日のテーマは怖い話、前期合格発表まで脳死で遊ぶとこうなるです。皆さんは今前期試験が終わって、よし今から遊び放題だと全ての緊張の糸が切れているかもしれません。しかし僕が500人以上の生徒さんを指導してきた経験から、一つだけあなたにアドバイスをさせてください。前期の合格発表まで毎日少しずつでもコンスタントに勉強しておいた方がいいです。なぜ僕がこのようなアドバイスをするようになったのか、それは8年ほど前にある生徒さんの指導をしたのがきっかけです。今日はそのエピソードと、そこから学べる教訓、そして前期の合格発表まで具体的に何をすればいいのかということを話していきます。プライバシーを守るために生徒の名前をサトシ君としてお話していきます。サトシ君はセンター試験の結果、大阪大学のボーダーを大きく超えていました。二次試験もかなり出来が良かったとのことでした。前期試験が終わった後、いつものようにサトシ君と通話をしていると、サトシ君はかなり上機嫌な様子で、久米原さん、やっと試験が終わりました、今から遊びまくりますと、ボーリング、カラオケ、映画、ディズニーランドなどなどやりたいことリストを僕に見せてくれました。当時の僕はちょっと浮かれすぎかなと思ったんですが、実際に模試でも A 判定も出てましたし、本人の感触的にも二次試験がすんなり解けたようだったので、すごく安心していました。念のため毎日少しは勉強しておけよと軽くアドバイスはしたんですが、あまりサトシ君には響いていないようでした。あの時僕にもっと指導力があれば、合格発表までは毎日コンスタントに少しずつでも勉強するんだと強くねアドバイスができたと思うんですが、僕の指導力不足でした。前期試験の合格発表の日、サトシ君は第一志望に落ちていました。原因はおそらく得意の数学で大きなミスをして1問丸々落としてしまったことです。サトシ君は泣きそうな声で、後期まで1週間しかありません、どうしましょうと僕に相談をしてきました。僕も1週間でできることをできる限りアドバイスしたんですが、時すでに遅し、サトシ君はすでに後期試験の過去問すら持っていなくて、昼夜逆転状態と、そんなような状態だったので、後期まで十分な準備ができなかったんですね。そして浪人が決定しました。今回の話から学べること、それは合格するまで生活習慣を崩さず、毎日コンスタントに勉強しておいた方がいいということです。前期試験が終わって緊張の糸が切れ、そこから遊びまくってしまうと、生活習慣も乱れて全く勉強ができなくなってしまいます。有名なエビングハウスの忘却曲線でも、2週間後には 80% の物事を忘れてしまっているというデータもあります。つまり前期が終わって何も勉強しないでいると、直前に詰め込んだ情報はもちろんのこと、勉強の感覚も大きく鈍ってしまうということなんですね。では前期の発表まで具体的に何をしていけばいいのか、僕は毎日2つのことをやってほしいと思っています。1つ目は英語の長文を毎日読むこと。英語の長文は読まないとすぐに力が落ちてしまいます。毎日必ず1つは長文を読んでいきましょう。具体的には速読英熟語や一から鍛える英語長文シリーズ、もしくは後期試験の過去問、そんな教材を使って毎日一長文を読んでいきましょう。その後解説を熟読し、全文に SVOC を振っていきます。最後に音読ですね。瞬時に音読をしながら意味が頭に浮かんでくるような状態になるまで音読をしましょう。この練習を毎日やっていくことで、実力を落とさないどころか、さらに英語力を高めることもできます。私、久米原啓太郎は全国どこからでも京大生の受験指導が受けられるオンライン個別指導塾、隣にコーチを運営しています。あなたが第一志望合格のために何を勉強すればいいのか、どんな風に勉強していけばいいのかをマンツーマンで徹底指導します。興味がある方はぜひ動画下の概要欄から無料のオンライン説明会に参加してみてください。前期試験終了後にやっておくべきこと、2つ目は数学の問題を毎日1問解くことです。数学も英語同様毎日やっていきましょう。英語と同様に数学も毎日触れていないと感覚がどうしても鈍ってしまう科目です。主要教材としては後期試験の過去問がベストだと思います。前期試験が終わっても毎日1問は問題を解く、その後解説を熟読して自分で回答を再現できるようになるレベルまで仕上げていきましょう。今日お話した2つのこと、英語の長文を毎日1つ読む、数学の問題を毎日1問解く、前期で受かったと思った人もこの2つは最低限やってほしいなと思います。いかがだったでしょうか。前期試験が終わって解放感に包まれているところに水を差してしまって申し訳ありません。
ただ皆さんにサトシ君のようになってほしくなくてこの動画を撮りました。ちなみにサトシ君は浪人時代も僕が引き続き指導をしました。そして大阪大学に合格をしています。浪人時代はさすがに前期が終わってもあまり遊ばなかったそうです。このチャンネルでは予備校や学校では教えてもらえない受験に役立つ知識を毎日配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。次回は兄弟式浪人が決定した日にやると人生が変わる行動3選というテーマでお話をしていきます。浪人が決定した日に何をすれば来年受かる自分になれるのか、具体的な行動まで紹介していきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。皆さんの志望校合格を心より願っています。それでは今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。